Hey YouTube, welcome to my channel. 皆さんこんにちは、ヤナサビーです。はい、一瞬で、それは本当に一瞬で18万が消えました。でも、得たものはある。じゃーん！はい、買っちゃいました。ルミックス GH5。買った。これね、もう結構前が欲しい欲しいってずっと言ってたんですけど、ついに買ってしまいました。うん、自分でもねこんな早く買うとは思ってなかったんですよ。ついこの間ねパソコン買ってもう大きい買い物はしばらくやめようと思ったんですけど、ちょっとね訳あって買いました。うん、でその理由は、まあ、次の動画で説明していきたいと思います。まあ、この GH5 ねもう見たことある人いっぱいいると思うんですけど、結構ね、まあ、有名な YouTuber さんたちが使ってて、例えば、まあ、ヒカキンさんとかとスト浩二さんも使ってるんで、まあ見たことありますよね、きっと。というわけで早速開けたいと思います。実は私まだ開けてないんですよ。うん、開けてないっていうと若干癖になるんですけど、説明書を取り出したんですけど、まだカメラ本体を箱から出してないんですよ。だから初見です。よし、じゃあ開けていきたいと思います。よいしょ。はい、こういった袋に入っています。ここにいるんです。よし、じゃあ行くよ。じゃじゃーん、はい、GH5 です。すごいすごい重量感、あんまり思ってたよりは重くないんですけど、この見た目がごついですね。私が持ってるカメラの中でダントツのごつさです。で、ちなみになんですけど、今回は、まあ、本体だけを購入しました。レンズ付きのねセットもあったんですけど、ちょっとね今回は本体だけ買いました。あとバッテリー、まあ、交換バッテリーにもね絶対必要だなと思って先に買っときました。でなんで、まあ、先にこうレンズは買わなかったのかっていうと、セットで売られてるレンズが、まあ、正直自分が今欲しいレンズじゃなかったんですよ。でだったら、で自分が今欲しいカメラを、カメラじゃないや、レンズをずっとまあ買った方がいいのかなと思って、まあ、別のレンズを買おうと思ったんですけど、そのレンズが8万するんですよ。めちゃくちゃ高い。ちなみにね、8万っていうと私の GF9 をレンズ付きで買うことができるんですよ。もうセットで買うことができる、それぐらい高いレンズなんで、すっごい欲しかったけど今は買えないなって思ったのと、まあ一応付けられるレンズ、使えるレンズは持ってるからとりあえず我慢しようと思って、今回本体のみ買いました。でちょっと言い忘れてたんですけど、なんでこうたくさんあるカメラの中でわざわざ、まあ、GH5 を買ったかっていうと、なんかルミックスの中で動画に特化してるのが G シリーズで、その中 GH シリーズが、まあ、特に特化している、その最新が GH5 だから、結構まあミーハーな理由なんですけど、まあ、たくさん YouTuber さんも使ってるし、まあ、こう1年経ってみていろんな人のレビューを見ると、そんなになんかこう悪く書いてる人がいなかったんで、まあ、特にねやっぱ動画を撮る人、 YouTuber ってカメラがとにかく大切なんで、まあ、動画に特化してる一眼っていうことで GH5 買いました。まあ、なんでその動画に特化してるかっていうと、まだ使ってないんでちゃんとした情報は言えないんですけど、調べたところによると、まあ、熱暴走を起こしにくいらしいんですよ。今使っている私この一眼はね、結構熱暴走しやすくて、だいたい続けて撮ったら15分ぐらいで熱々になって、そこから最低5分間ぐらい休憩させないともう動画が撮れなくなっちゃうんですよ。うん、だから、まあ、熱暴走しないっていうところではすごくね動画に特化してるっていうのが一つと、あと一眼って撮影できる、まあ、時間が決まってて、だいたい29分59秒かな、まあ、30分以内しか撮れないんですけど、なんとね GH5 は無限にずっと動画撮ってられるんですよ。ただ充電しながら撮影ができないらしいんですよ。うん、これ私の今の一眼もそうなんですけど、こう USB をつなげてずっと撮影するってことができないんで、電池が切れたら交換しなきゃいけないんですよ。まあ、だからバッテリー買ったんですけど、ちなみにこれとはまた別のシリーズで G9 っていうのがあって、これはどっちかって言ったら、まあ、動画も撮れるけど写真の方がもっと特化してるよってカメラで、これはなぜか充電しながら撮影することができるんですよ。なんでや、動画に特化してないのになんでそっちはできんのって話なんですけど、まあ、それでいろいろ考えていろいろ比べた結果、まあ、GH5 にしたんですよ。というわけで、じゃあ早速レンズつけてみたいと思います。はい、レンズつけました。やだ。
黒いボディにシルバーのレンズってすごく嫌だ。なんかこう一気に高級感が半減した気がする。でもしょうがない、私今持ってるレンズこれしかないんだもん。いやでもまあこれで大体はイメージつくよね。で今回ね、私が一番楽しみだったのはここのモニター。このモニターがねすっごい楽しみだったんですよ。これ横に開く式、これがねいいなと思ったの。なんでかっていうと、ちょっと私のあれだね、この一眼と比べたいけど、じゃあ似たようなカメラあるからそれ持ってこよう。まあ、ちょっと分かりやすくね、じゃあこのカメラで例えたいと思うんですけど、モニターがこうやって上がることによって自撮りするときはすごくいいんですよ。自分が見えるし、ただ一つ自分的にここが嫌だなと思ったのが、まあ、女子がほらよくやる食べ物を真上から撮るやり方、それだと画面がねこっち側に向かないから、もうこういう状態、こういう状態撮影しなきゃいけないんですよ。で距離がねもっと離れなきゃいけなかったもん。こんな状態、こんな状態で写真撮んなきゃいけないから、もう全然確認できない。もう何枚も何枚も撮って、その中でまあ構図が1枚選んで、まあインスタとかに載せるしかなかったんですけど、この場合はねモニターが横にある、横にあるだけじゃなくて、これもはいこっちにも向くし、そっち側にも向ける。だから自撮りするのも楽だし、まあ、さっき言ったように真上の撮影、これをもうはい簡単に確認できるんですよ。これがすごい楽しみだったの。これをちょっと使ってみたいなと思ったんですよ。最高、もうすでに最高。というわけで、じゃあ実際にまあどういう感じに映るのかっていうのをお見せしたいと思います。それではドン。はい、どうでしょうか。どうでしょうかって言っても、でもレンズ自体は今まで使ってたレンズと変わんないから、もしかして画質とかはそんなに違いはないかもしれないですね。一応まだこうモードとか慣れてないんで、このお任せのモードでこう人物を選んだんですけど、どうかな。とりあえずまだ本当に設定とかがもう容量全然違うんで、今まで使ってたカメラとね全く使い勝手が違うから、少しずつちょっと覚えてって、慣れたらまたちょっと動画作って、まあここが良かったよ、ここはあんま良くなかったよっていう動画をねまた作っていきたいなと思います。というわけで、本日の動画はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、see you next you. Bye!